あー、いっぱいいただいてますね。ジャズ好きサラリーマンのピアノチャンネルさん、あ、読んでください。すいませんね、高額なスパチャ。ジャズピアノが趣味のサラリーマンですけど、このスキルや立場を使って YouTube のチャンネルを伸ばしたいと思ってます。あ、 YouTube されてて、何をしたらいいですか。バーで BGM 演奏するくらいのスキルはありますということですね。あー、めちゃくちゃスキルが高いですね、確かにね。で、これを、あ、YouTube チャンネルをやって伸ばしたいということですけどね、はい、うん、確かに、まあ、言ってもね、池崎さんも1年間で40万人まで増やしましたから。そうですね、まあ、成功してる方だと思いますよね、うん、結構ね、いろんな芸能人の方とか YouTube 始める方で1年でこれだけいくっていうのは、自分我ながらね、ギャラクシーチャンネル頑張ってると思うんですけど、うん、だからこそマジのアドバイスを、マジのアドバイス、これに関しては本当にそうですね、うん、伸ばしてほしいですもんね、せっかく僕らのチャンネル見て、うん、で、そういうジャズピアノの、だからやっぱ YouTube ってやっぱ見る人、今チャンネルが多いんで、やっぱ当たり前のことをやっててもなかなか見られないと思うんですよね、うんうんうん、でも誰もやってないところとか、あとちょっとサムネで目が引くところとか、うん、なんかちょっとびっくりするようなことで、それ一回やったら、まあ、すぐ口コミでブワーって意外と広がる。なんか YouTube って良くも悪くも本当に数字ですぐ出るんで、それがいいと思うんですよね。だから、まあ、ジャズの技術があって、で、かつ引きがある、それを、一番できるような YouTube っぽい企画っていうのは、なんだろうな、まあ、僕は企画同じ立場で同じスキルがあるとしたら、はい、うん、そしたらやっぱり YouTube っぽさも必要だと思うんですよ、うんうん、だから ジャズってあれじゃないですか、うん、あの演奏中にあのソロパートがあるんですよね、うん、アドリブパート、はい、で、まあ、そこはもう自由に弾く。だから、まあ、ジャズはまず見せた方がいいから、その技術を、ジャズをこうやってる時にこのアドリブパートが来た瞬間、ここチャンスなんで、ここで YouTube っぽさを見せましょう、うん、アドリブパートが来た瞬間に体につけていたあの逆バンジーの紐を作動させて、ピアノごとアドリブパートだったらバーンって画面から消えるってのどうですかね。わかります。一発目から激しすぎますかね。急にあのソロパート中に逆バンジーやってみた。ジャズのソロパート中に逆バンジーやってみた。やってみた。いや、もうジャズチャンネルじゃなくせと。その時はそうですね、うん、セカンドギャラクシーチャンネル化しろと。そうか、やっぱそういうジャズのこのピアノ、これってすごいじゃないですか。僕らできないですか、これをいろんな危険な動物にやってみるってどうでしょうかね。ライオンを引いてみたとか、どうでしょう。あと、ブルージャイアント系とかけるとか、あ、ジャズだったらね。なるほど、その漫画のジャズ、ブルージャイアントっていう漫画ある、それの真似をするとか、いいの出すね。あとは、まあ、本当に間口を広めるという意味では、このうっせーわをジャズアレンジしてみたみたいな、ああやつとか、なかなかいいの出すな。が、やっぱり入り方としては間口は、ね、広い方がいい。やっぱジャズって狭いから。ああ。興味ある人自体が。なるほどね。だから他の広い間口をちょっと使わせてもらって、引っ張ってくる。田村がいいこと言い始めた。これはやっぱジャズといえばピアノじゃないですか、はい、ピアノの鍵盤の中って見たことあります？ないです。こういう丸いやつがこうポンポン、こうボタン押したらこうポンポン浮くの、はい、こういう丸いなんかちっちゃいバームクーヘンみたいな、はい、俺あれすげえバナナにそっくりなのよ、あれ、あのポンポン浮くやつ、はい、あれバナナに変えてみたっていうことですか。全部いけないですよ、ギャラクシーなんですよ。その言ってることが。
ジャズバーで弾けるくらいの技術ですからね。このスキルや立場を使って YouTube のチャンネルを伸ばしたいと思ってなるほどね、ジャズをね、はい、あ、じゃあジャズバーで働いてんだっけ。はい、あ、なるほどね、ジャズバーで働いてんのか。まあ、いや、弾けるぐらいの実力はある。やっぱジャズだよね、一番使えるのは、はいはい、よくさ、あれもあるよね、あのハラミちゃんとかはさ、自由に弾いていい街中にあるピアノをさ、ブワーッと弾いて、それで、そうですね、バズったというか、うん、有名になった。だからハラミちゃんの偽企画、ジョーミノくん、ジョーミノくんになって、ピアノの、はい、に座り、はい、でもピアノあえて弾かず、ピアニカで戦うとかどうでしょう。ジョーミナ君はピアニカ弾きながらこれもやるっていう、これだったらバズるやん。ジョーミノ君ピアノも弾く、ハラミちゃんがピアノ弾くから勝てるのはまずピアノ弾こう、でそれだと勝てないからここにピアニカ弾いて、はい、いけばハラミちゃんを超えるかもしれない。ジョーミノ君これいいと思います。要は、うん、パクれということで、さすが広社員雪崎です、はい、まずは流行った人の真似するのがいいと思います。僕もやってます。YouTube 大好きです。確かに、もともと池崎悟も人の真似ですもんね。そうですね、あれはバニューさん あのやつ見たら、ああいいなと思ってやってます。はい、あ、そう、3000人、3000人ありがとうございます。あ、すごいな。いや、ありがとうございます。ジョーミノくん、ぜひやってみてください。ジョーっていうのがいいですね、やっぱね。ハラミちゃんもそのうちジョーハラミになるかもしれないんで、こっちから先にね、特上ハラミとかでもいいかもしれないですね、うん、はい、次いきます。はい、ジャズ弾きサラリーマンのピアノチャンネルさん。はい、前回ヒロシャインさんが覚えてる、ジャズピアノで YouTube を伸ばすなら、うん、演奏中アドリブに差し掛かった瞬間にピアノごと逆バンジーして画面から吹っ飛んでみた方がいいと思います。と回答いただいたものです。ああ、そうですね、ニヤニヤしながら見てました。ただどう考えても準備面で実現できなそうですと。確かに、逆バンジーかうんこ食う以外でこれやっておいた方がいいと思いますみたいなのを教えてください。ああ、これ余談ですが、呪術廻戦の逆夢を引いてアップロードしました。見てほしいと思います。ああ、うん、見てみたいですね、うん、ありがとうございます。さあ、他にチャンネルの再生数伸ばす方法あれば。前回あれですよね、お仕事を辞めてその、ジャズピアノの、あの YouTube で戦いたいみたいな、はい、とにかくこれを広めたいと。ハラミちゃんじゃなくて、なんだっけ、あのアブリカルビ君だ。アブリカルビ、ジョーミノ君。ジョーミノ君か、はい、ジョーミノ君ですね、はい、ありがとうございます。確かに、あの感想中にいきなり逆バンジーを吹っ飛ぶっていうのはすごく面白いし、はい、100% バズるんだけど、まあ、予算面がきついのは確かにそうですね。ちょっと準備可能なアイディアをください。準備可能なアイディアね、これ僕ずっと前から思ってたんですけど、はい、ピアノですよね、ピアノってこう鍵盤の先っちょ見たことあります？こう押した時、あの中身、うーん、鍵盤を押す棒みたいなのがあって、はい、先っちょ丸いのがついてんのよ、はい、でそれがポン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 って押して音が出るようになってんの、はいはいはい、であれがね、見たことあると思う人は思うと思うんだけど、全員あのすっごいね、バナナに似てんだよね。バナナ、バナナ、バナナの輪切りしたやつみたいなのがついてんの、はい、それがポンポンポンってなったら、はい、音がドレミファソラシドってなるの、はいはいはい、あれをリアルのバナナに変えるっていうのはどうでしょうかね。音は鳴ると思うの、ギリギリビチョビチョボインみたいな音が鳴ると思うんだけど、はい、でも最初、まあ、全体撮ってて、はい、で乾燥に差し掛かってバーってよく見たら、はい、あれ、これリアルバナナじゃんってなって、それを食べていくっていう大食いと、ピアノの融合の動画、はい、これはどうでしょうかね。これだったらバズると思うんですけど、いかがでしょうか。とのことです。バナナでやってみてくださいと。バナナ、バナナ。しいですね、あとブーブクッションも置いとこうか。座るときには座るときにはブーブクッション入れよう。座る、低予算で行くんだったらね。はい、座るときにはブーブクッション。全鍵盤に画鋲をつけて弾くとかどうでしょうかね。全鍵盤に画鋲引き。ちょっと見たいな。うん、
画鋲をつけてる鍵盤で弾いてみた。それはちょっと見たいです、うん、まあ、血が出るからね、それだけバンされる可能性はまあほぼ 100% なんですけどね、はい、ちょっとまあ面白そうだなと思いますね。ひろゆきさんはですね、はい、フランスでですね、はい、いつもフランスに在住で、はい、生配信してるんですよ。確かに。で、まあ、こういう生配信の時は、まあ、スパチャ、ね、はい、つけてるんですけど、まあ、このスパチャがたまったらですね、はい、僕らもフランスでやろうかなと。広島雪崎を。お、広島雪崎をひろゆきさんの家でやらせてもらえたら違いますね。なんか話が大きくなってますね。ひろゆきさん優しいからやらせてくれるんじゃないかな。分かんないけど。そんな感じでね、やりたいと思います。はい。